日は絶好の好天となりまして、ファーレス杯という我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。いや違うな、こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。なんだそなたたちは、今は客の相手をしている暇などない。出直してくる。父上、ただいま訓練から戻りました。信念を決して曲げず、国に忠節を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。よろしい、今日も騎士道せ。ファーリスよ、お前も今年で16歳。ファーリス杯では騎士の国の王子。お任せください、父上。必ずや期待に応えてみせましょう。それでは。失礼ですが、旅の方、お名前は？いいお名前ですね。何用で我がサマディ？大樹の枝？もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝の。僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を下り。来てくれたか。思った通りだ。
身長も体格もぴったりだし、うん、君たち虹色の枝を求めてきたんだっけ。残念だけどあれは国宝でね、旅人にあげられるものだけど、僕が父上に掛け合えばきっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり僕の頼みを聞いてほしい。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい。よし決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカス店。さて、お次は世界を飛び回ったルーローの旅芸人し、はっ。
大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。みんなサーカスに夢中のようだな。ではそろそろ本題。今度騎士たちが乗馬の腕を競うファーリス杯、それに僕も出場するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。僕生まれてこの方、馬に乗って走ったことがないんだ。これまでは部下の協力もあって父上や国民たちを欺くことができたが、レースに出たらいよいよだけど、今回は僕の16歳の誕生日を祝う大切なレース、出場しないわけに。そんな時君が現れたのだ。僕と同じ背格好をしている君がね。君こそ影武者って言ったって、レースに出たら一目でバレるだろ。どうやってごまかすんだ。心配ない。王族は身の安全を優先させるため鎧と兜を身につける。絶対にバレっこないさ。頼む、一生のお願いだ。僕の代わりに僕の。何それ、そんなのずるっこじゃん。こんな頼みを聞く必要ないわ。あれ、そんなこと言っていいの。虹色の絵。うわ最低。なんとでも言うがいい。手段を選んでる場合じゃないんだ。さあ僕の代わりに出場してくれるよね。よかった、そう言ってくれると思ったよ。レースが無事に終わったら、今日は君たちのために宿を取ったから、そこで泊まってくといい。明日になってレースハウスの入り口は城下町の西側だ。迷わないよう気をつけるんじゃ。